今月12日から15日まで公式実務訪問賓客として我が国を訪問されるサウジアラビア王空国王のサルマン陛下に対して大勲位菊花大賞大受章並びに軽食ををることを本日の会議で決定いたしました菊花賞軽食は国王だけに与えられるもので 去年10月にベルギーのフィリップ国王に与えられたことを含めこの10年間で5件の例があります政府関係者によりますと日本とサウジアラビアが様々な分野で交流・協力を重ねていることを考慮し国王の来日を機に授与することを決めたということですサウジアラビア国王の来日は46年ぶりで1000人以上の大随行団が注目を集めています 安倍総理大臣との首脳会談のほか天皇陛下との昼食会が予定されています。